どうも皆さん、こんにちは、コークです。この前 LINE 動画のパート2を投稿したじゃないですか。で、あの動画のコメントで、コークさんって LINE の友達少ないのに LINE ネタ扱うの好きですよね。って言われてました。そうですけど何か?さあ、今回は LINE の面白いやりとりまとめ第3弾をやっていきたいと思います。この動画が少しでもいいなと思ったり、LINE が便利すぎて電話やメールの方全然使わねえって人は高評価、チャンネル登録お願いします。そんじゃ本編行きましょう。おはよう。後で起こしに来て。おはよう。ホットケーキ焼き終わったらね。いい匂いがする。日曜日の朝の匂い。好きだよ。最後のだけ、もう一回言って。うわぁ、なにこれ。この最後のだけもう一回言ってってやつ、彼女にもう一回好きだよって言ってほしいんだろうね。よ。違う、そういうことじゃない。にゃ、にゃにゃ、にゃん、にゃにゃ、にゃ、にゃ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 にゃ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 ん。佐川急便、荷物問い合わせ、時間指定したいなど、ご要件を入力してください。急に怖っ。続きまして、こちらは友達に鬼滅の刃読み始めたんだって LINE で報告した時の返信なんですけど。誰まで死んでる?いや、わかるけど。誘ってくれてありがとう、パオン。楽しかった。まあまあ酔ったから視界揺らぐわ。いや、そんな視界が揺れるほど泥酔してんの大丈夫?のぐさバリうまい爆笑。いや、本当に大丈夫?12時半とかに渋谷でいい?オケマル。おなしゃす。悪い、財布忘れたの気づいて戻ってるからめっちゃ遅れそう。時間ギリギリだけどタバコ吸いたいので遅刻します。ごめんなさい。カスでよかった。便器ですか?間違えました。お便器ですか?違います。お元気ですか?元気やで。そっちは?こちらも元気です。お父さんも元気です。早く帰ってこれるといいですね。落ち着け、母さん。インランイン。はい?イン、始めたした。ライン始めたんや。インラン、はめました。落ち着け、父さん。今年も5月に入りましたが、プレゼントは何が欲しいですか?いつもありがとう。こちらはお母さんの誕生日を祝う娘からのラインですね。プレゼントをあげたいってことだけど、お母さんなんか今欲しいものあるかな?権力。お母さん?ごめん。別れよ。は?マジで言ってる?エイプリルフールだからでしょ?じゃあ、LINE とかもう消して。俺も消すわ。わかった。は?ガチなの?そうだよ。なんで?パー!ごめん、ミスった。あ、終わった。おう、お疲れ。哲学のテストって来週?大変言いにくいことなんですが、ん?先週です。あ、終わってた。急にごめんね。明日6時に早出してくれないかな。つか今上司から早出してって LINE 来たんだけど、未読無視してる。ネタフリして明日やまろ。本当にすいません、間違えました。6時ですね。わかりました。もう明日から来なくていいよ、お前。本当に終わったじゃん、お前。おつ、元気?相変わらず彼氏いないのか?突然なんだけどさ、君の名はチケット1枚余っちゃって。本当はオタクの友達と行く予定だったんだけど、なんか急にドタキャンされて。あいつ絶対殺す。で、なんかお前暇そうだし、今日これから見に行かない?行かないなら俺一人で行くけど。いや、誘い方がきつい。こいつマジで振られてほしいわ。明日も仕事なので寝ます。イエーイ!